ほとばしり、過去が伝説。どれどれ、これを修復する。カンア、お帰りなさい。ただの、のの、この体は。お姉ちゃん、妖精の死者の一人は脱出した。ホリジン以外に、目に見えない侵入者、それってどういう意味？お姉ちゃん、お願い、力を貸して。だからどうか。私、わかりました。カンア、気を。カンア、もう時間がない。これ以上もたついていたら、ホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。待て、変だ。何かが近づいてきている。まさか、見えない。二人とも気をつけろ。この獲物は優秀国に収容されてる囚人じゃない。はっ、あがく必要に渡す。いい度胸。大丈夫、問題はない。失笑もまたか。なん、月光を剣とす。涙雨。出発の時間で全てが消える。お別れの日が。生命は告白。ラフの監獄は管理がおろそかだな。あなたは俺を探してるんだろう。はっ、この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。あなた、それって。離れなさい。懐かしい剣が。戦いに集中しろ。亡者再臨。殺せぬぞ。生命は呼吸するだ。本質は同じ。引けば見逃そう。トン、この月下で全てを照らさん。月光
光を剣とす。命の花火いずれ風に吹き落とされる。あがく涙雨。クリティア。本当か。現在少なくとも2つの異なるこの姿を消す技ないならいい。俺はモゼ、友人が狼の、はあ、ラフの監獄は。モゼ、私たちも可能な限りあなた、お前たちには無理だ。友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか。俺は妖精将軍の衛兵であって、あいつに属してるわけ。お前の考えは知らねえか。俺はずっと風霊たちを最悪の結果は、そして最高の結果は、ほう、頭の回るやつもいたんだな。最高の結果は門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中、これなら時間が経てば外界も異常。お前は人を慰めるのがうまいな。俺たち妖精の、俺は絶対に生きて大丈夫だ。俺が、あなたもモゼみたいに慰めるのが上手だね。あなたたち三人は獣王子の門にたどり着いたら、あなたたちには門の封鎖を手伝ってほしい。それじゃ行こう。本質は同じ。楽しいですか。はっ、あがく必須だけ。甘く見たな。天使を授けん。これが命の温度。我は殺せぬぞ。引けば月光を剣とす。出発の時間、銀座を渡そう。探せば見返りがある。堀の囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。よし、あと少しで門に着く。
みんな。難しいかな。楽しいですか。やっかよ叫ん。これが命の恩だ。ゆっくり根は巡る。亡者再臨。命のいずれ風に吹き落とされる。はっ。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。すべて涙雨決っ来るとは思う。ひとときの余興に過ぎない。自由まであと一歩。ならばもうすぐここを離れてしまう。何か手を考えるんだ。そう、昔もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して私たちを泉州から脱出させるとか。俺がいない間に貴様らは何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。取引成立です。僕の身分、泉州に関する知識、その他にも卑しい家畜が。泉州殿はご存じないでしょう。復讐のチャンスは目の前にありますよ。フーレイ様、こいつの出た。黙れモードゥ。フーレイ様。モードゥ、さあ。監視だ、奴らを止めろ。フーレイ様の難しい感覚だ。根は巡る。くだっトン。インドに渡そう。焼きかよ避け。化粧だ。根は殺せぬぞ。はっ。懐かしい感覚。根は殺せぬぞ。引けば。トン。月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。天使を授けん。この体に償いたまえ。亡者再臨。剣譜勝負の手に。伝令、優秀国との連絡が途絶え、気候省からの伝言が届きました。獄中で妖精の使者と消息不明、
もういいわ、下がりなさい。ケーゲン将軍、カイエン将軍、私たちの予想通り剣木の再生は終わりじゃなくて始まり、人滅軍団が泉州に伸ばした手はすでに壊滅の種をまいた。奴らが望むならいくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して、水面下に潜んでいたものがとうとうしびれを切らしたようだな。では私、記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかりだ。